クロマチックハーモニカで低音部や高音部を演奏するときにですね、音が詰まってしまったり、あとピッチが低くなってしまったりすることがあります。これはですね、ハーモニカを演奏するときに口の中にですね、それぞれの音に合った空間ができていないことが原因です。例えば低音部を演奏するときというのは喉を大きく広げる必要があるんですね。これができていないと低音部はしっかり鳴ってくれません。例えばですね、2番穴のファとか3番穴のラっていうのは、結構鳴らしづらいんですね。ここをですね、わざと喉が詰まった状態で、閉まってるね状態で、音を鳴らしてみたいと思います。ちょっとね、音詰まってしまって、ピッチもねだいぶ下がっちゃってると思いますね。あと3番のラ、この辺の音はですね、喉を広げて吹くとね、綺麗になってくれます。これ2番のファの音ですね。で、3番のラ。このようにね、しっかりなってくれます。で、同じようにですね、高音部でもですね、音によっては、吹き方がね合っていないと、綺麗に音が発音してくれないところがあります。例えば、キューバーナのレとかですね、この辺が、ちょっとねわざと合っていない吹き方ねしてみたいと思います。たまにちょっとレらしき音は出るんですが、金属的な音もね一緒にこう出ちゃってますね。はい、で、この辺の音というのは、舌の位置とか、口の中の状態がとても重要でですね、いろいろですねちょっと自分で試してみてですね、綺麗に音が鳴るポイントというのがありますから、その空間をね見つけてもらいたいと思います。はい、で、うまくね、鳴らせる状態になればこう綺麗に鳴らすことができます。はい、このようにですね、ハーモニカっていうのは、それぞれの音に合った吹き方っていうのがですね必要になってきますので、練習をいっぱいしてですね、その吹き方をですね見つけていってもらいたいと思います。慣れてくるとですね、それぞれの音に合った吹き方が瞬時にできるようになりますので、練習の方頑張ってみてください。